トロサールがスター選手と肩を並べる驚きの記録樹立。プレミアリーグで1000分以上プレイしたアーセナルの選手の中で、レアンドロ・トロサールを上回るゴール関与率を保持しているのは、ゲイリ・アンリとロビン・ファン・ペルシーのみである。そしてこれはプレミアリーグでも3位本当に記録をつける男だよね。アンリとファン・ペルシーと並ぶのエグいもっとスタメンで使われるべき。ファン・ペルシーって誰ですか？ジェズスがスペでも安心できるわ。結果を残せる選手はほんと最高。昨冬ジョルジーニョとトロサールを補強したのが今聞いてきてる。トロサールの偽9番をまたしてほしい。ジェズスがいない昨シーズンあれで救われたのはあるが、トロの誘導的に左サイドに流れると今度はハバーツがトップに入ってくるから瞬間的に想定されるいいポジションになると思う。途中出場でも仕事してくれる選手ってどこのチームにとっても欲しい人材だよね。ゴール決めた時のドヤ顔好き。